皆さんこんにちは、ワナルルイジです。では今回は提督の決断という、続きをプレイしていきたいと思います。まず今の作戦なんですけども、ボートモレスビーのこれ、陸軍と共同の作戦になります。そしてあとミッドウェイですね、こちらの攻略進めていますので、早速続きをプレイしていきましょう。まずはね、主力艦隊をミッドウェイに近づけていかなきゃいけないかな。北京が占領されたか、陸軍は何やっているんだと言いたくもなりますね。さあ戦闘命令です。ポートモレスビーの方の攻略に向けて、まずはラバウル航空隊を使って先に敵基地にダメージを与えておきましょうか。前期出撃していきましょう。で、あとですね、ウェバックからも同じく前期。一応策敵せずに攻撃で大丈夫。雨か。雨で出撃できないパターンもあるからね。しょうがない。で、あと井上さんの艦隊ですね。この井上さんの艦隊は、巡洋艦4、駆逐艦4の艦隊なので、陸戦隊を積んでいます。このまま、ポートモレスビーに向かってもらいましょう。まずはね、ポートモレスビーの敵基地航空隊、および敵基地の陸戦隊をね、攻撃していきます。敵味方ともに損害が出てるな。ポートモレスビーの方は敵の戦闘機67機も直縁で出てますね。数が多い。そっか、魚雷のみの部隊はどうにもなんないね。艦爆はそのままでいいんですよ。艦攻に関しては爆走に変えましょう。これをしないことには話にならなかったですね。忘れないうちにね、次のターンでしっかり入れます。まあ、陸軍の操作はできないというのは前回お話した通りなので、海軍でできることをね、できるだけしっかりやっていきましょう。ではまず忘れないうちに今お話していた、観光隊は爆走に変えます。航空隊艦装、今雷撃になっているものを爆走に変えていきます。これで OK かな。これで全部爆走に変わりましたね。忘れに実行します。で、同じことは上枠でも同じです。航空隊。艦装。爆走に変えます。これで実行です。で、あとはですね、井上さんの第15艦隊。これを近づけていきましょう。敵発見されると厄介ですからね、少し慎重に行動していきましょう。そして肝心要、ミッドウェイ攻略の艦隊ですね。ミッドウェイがここまで見えてきましたね。少し後続の艦隊を待ちましょうか。では艦隊の合流を目指して操作を続けていきます。では艦隊の移動を行いました。で、あとはですね、陸戦隊が乗っているのが、この中で言うと9と10の艦隊になっていて、8の艦隊も動かしていこうかなと思いますので、第8艦隊もね、今回出撃命令を出していきます。サイパンに入っている艦隊ですね。少し出足が遅くなりましたが、まだ間に合う。これで敵の艦隊をね、南からも脅かすという形でいきましょう。まだ先行している潜水艦隊の方からも敵艦隊発見の報告上がってきてませんからね。シンガポールより報告、敵艦隊発見。艦影6、空母はなしか。敵の第18艦隊ですね。シンガポールの航空隊、これを使って
攻撃を行ってもらいたいけど、シンガポールには陸軍が進駐してるな。これでなんとかなるかどうかだね。まあ、我々海軍の方はここに戦力を持っていないので、まあなんとか陸軍が撃退してくれることだな。シンガポールはね、失艦するわけには絶対にいかないので、なんとか粘ってもらいましょう。で、東南アジアの方に展開しているところで言うと、唯一フィリピンに、小沢さんの艦隊入ってるんですけども、ちょっと距離がありすぎるので、ここで動かすのは得策ではないかなというふうに思います。なので、我々は元の作戦通り、ポートモレスビー、ここの攻略に向けて、動かしていきます。まずはラバウルからだね。しっかり、乾燥させたので、前期、爆走ですね。あとは上枠からも、ちょっと出れないかな、また。雨が降ってますからね。これはしょうがない。で、この先なんですけど、ガダルカナルどうするかだね。ポートモレスビー取った後、ガダルカナルも取ってしまうっていうのが、まあ、一番安心かなとは思います。では、索敵をそろそろしておきましょうか。まだいないとは思うんですけどね。まあ、ただこういう油断が雨か。ミッドウェイでね、大敗を招いた一因でもありますからね。サポートモレスビーです。いや、味方の損害マジででかいな。敵の戦闘機が多すぎる。4つの師団が入ってるのか。ちょっと師団の数が多すぎるな。ポートモレスビー攻略するには、我々2師団しか送らない予定なので、まずは、ラバウルとウェワクの基地航空隊で敵、師団を削って、かつ、ま、第15艦隊の艦砲射撃でも削っていくしかないですかね。シンガポールは大丈夫なのか。敵、軽巡2隻を撃沈。1隻、大破させてますね。まあ当然攻略する方がね、大変ですからね、守る方より。ポートモレスビーが取れないとなると、仮にミッドウェイで勝利しても片手落ちな感は否めないですよね。戦艦、駆逐艦長波、さらに秋月が戦列に加入。さらに軍令部総長。まあ、軍令部総長というのが今回僕のプレイしているロールになりますね。では6月になったので、おそらく大本営会議が始まりますね。大本営会議、もちろん出席します。出席しないとろくでもないことになるので。軍令部総長は6枚のカード持ち。これカードバトルですね。簡単に言うと。では今月の大本営会議です。まず外交に関する案件。現在の逼迫した国際情勢を鑑み、各人の忌憚ない意見を聞かせてもらいたい。では私の案を提出させていただこう。まあ、大臣、総理大臣からいきなりぶっ込んできましたね。事務レベルの会議。ソ連対ドイツとやるという話ですね。で、参謀総長。総理大臣と同じ意見。大倉は、中国との事務会談。外務大臣は、事務レベルの会談を米英、オランダ、オーストラリア、ソ連、対ドイツと行って、援護関連をソ連、中国とは講和。中国との講和ってのはありだと思うけどね。太平洋戦争、つまりアメリカとの戦いに、集中したい。講和条約の締結。タイとは事務レベルの話をしておこう。
ソ連ともね、援助協定結んでおきましょう。これでいく。では、カード振っていきます。軍連部総長はどう思うかね。つまりこれ僕ですね。そうだな、説得しよう。まあ、この中で言うと、まあ、一番意見が近そうだった外務大臣と説得します。拒否された。こんな感じでね、会議が進んでいきます。で、今12分って出てますけど、これ時間が01になったらその時点で多数決になりますね。さて、どうする？直談判。外務大臣だな。よし。これで外務大臣を自分のものにしたぞ。あと3分、2分。ここはもう一発直談判で大蔵大臣を落とす。だ、拒否されたか。これはちょっとわからないな。外務大臣はね、味方してくれましたからね。総理大臣と参謀総長は2人。221ですね、決議は。大蔵大臣がどっちにつくかだな。よし、いきなりいい成果が取れた。これでソ連とは援助協定、中国とは講和、タイとは事務会談レベルね。これ結構でかいよね。中国と、まあ、本当に講和条約が結べるかどうかは別にして、仮に講和条約が結べたら、陸軍の大戦力を太平洋に回せますからね。これはそのまま実行します。ポートモレスビー、ミッドウェイ、攻略、そのまま実行します。では、続いて、特別予算ですね。これすごく重要ですね。海軍にできるだけ予算を積んでもらいましょう。総理大臣案は海軍で1万。いや、結構、がっつり使うね。で、参謀総長は海軍が7000、陸軍が1万5000か。大蔵は9000、9000。うん。外務大臣は9000、9000。ほう。やっぱ参謀総長は陸軍寄りですね。まず海軍ですが、1万2000。陸軍は5000。外交費は、まあ、ちょっとでいいかな。基地自身はちょっと多めに積みましょう。技術開発ももちろん多めに入れる。海軍が重要だからね、これからは。では、ここからまた工作を行っていきます。参謀総長の意見は微妙だからな。説得する。外務大臣。よし、順調だな。大蔵大臣を次くどいていくぞ。総理と参謀総長は絶対になびかないと思っていいと思うので、あくまでもここは大蔵大臣と外務大臣を引き込む。で、総理から裏取引、これは拒否だな。参謀総長と同じ意見、これは負けそうだな。参謀総長の意見って、だって、海軍予算少ないぞ。まずい。非常にまずい。軍令部総長、よし、大蔵大臣よく言ってくれた。これで総理と軍令部総長、つまり僕の意見の決選投票ですね。よし。なんか順調に来てるね。
ここもうまく予算案通しましたね。意見を述べる。予算配分はね、しっかり通せましたからね。で、続いて1万っていう予算をどう割り振るかだな。まあ、航空技術は増やしたいよな。航空技術を4000、あとは情報技術1000、兵器で2000、工業で2000。これでどうだろう。では物資配分ですね。海軍用が2万1000、陸軍が2万3000、国家用が1万6000。ほう。いや、参謀総長はやっぱり陸軍寄りだよ。大倉は？ああ、国家用だよね。外務大臣は？海軍用がやや少なめか。ここは海軍に増やします。当然ですけどね。ではまた勝負していきます。ここは連続して通しておきたいというのと、あとはどうしてもね、海軍この後戦力が必要になってきますから、できるだけ物資は補給を受けておきたい、まあ、そういう思いもありますしね。で、中国との講和が本当に叶えば、言ってみれば陸軍の補給というのは今よりかは確実に少なくても済みますからね。さあ、残り半分、8分間だ。参謀総長が海軍用2万1000、陸軍用が2万7000、ちょっと変えてきたね。では私は振る。外務大臣に振るぞ。だは、時間稼ぎされて終わってしまった。総理大臣に賛成、参謀総長に賛成。大倉は？ああ、一人。まあ、しょうがないね。ここは総理大臣に懐柔されてしまいましたからね。拒否権カードは重要だから、できるだけ貯めておいた方がいいかもしれないですね。裏取引を拒否できないので。で、最後、徴兵ですね。海軍で2師団。陸軍で2師団。海軍もできるだけ陸戦隊増やしたいからな。ここは、当然のごとく徴兵する。国民生産力が落ちるとあまりいいことはないですからね。バランスを見ていきます。まあ、ポートモレスビー攻略するにあたっては、師団数が足りないというのがもう現実的に見えてるからな。説得するぞ、外務大臣を。で、軍令部総長としては、海軍で3師団どうしても欲しいからな。総理。これ東条英機さんっぽいですけど、東条さんもね、なかなか、作詞だからな。はい。では、これで、大本営会議終了です。さあ、生産だな。どうする？まずは航空機、生産する。じゃあこれでいいかな。まあ、新型ガンの設計は次回に回します。スパイの潜入先はハワイだろう。この先を見据えてハワイ攻略を視野に入れておきます。で、あとはガダルカナル。こんなところでいいかなと思います。ではまた戦闘フェーズ、移動フェーズ、交互に行っていきます。
まずは、ラバウルだよね。第15艦隊。ちょっとまだ近づくの怖いよな。ガダルカナルもあるしね。少し慎重な行動をしましょう。で、ラバウルの方は、航空隊を増強します。50。冷戦の日型も20に補充。まあ、基本的にはもう全部、数をね、揃えておきましょう。そのために予算を取ってきたので、使い切ります。あと、上枠の方だけど、どうだろうな。ラバウルだけではなくて、ここも基地増強してもいい気もするけどね。飛行場もう一個。予算がない。使い切ったからね。では、ここも補充をしておきましょう。少しでも多い方がいいからね、数はね。そうか、推定の数も減ってるもんね。これも数増やしておいた方が良かったかもしれませんね。さあ、では、艦隊を動かしていきます。まだ後続のね、艦隊遅れてますので、少し足踏みをしておきましょう。では、艦隊をね、移動させました。次のターンで、全部の艦隊が合流できると思います。そしたら、ミッドウェイ島に向けて進撃を行っていきます。ちょうどミッドウェイ攻略と、ポートムレスビー攻略同時に行いそうですね。で、ハワイから入電。敵艦隊出航。編成は？巡洋艦さん駆逐艦号。うん。まあ、目的地は明らかにこちらだろうな。最後に敵艦隊発見。まあ、これはシンガポールにいた第18艦隊ですね。まあ、このあたりも残念ながらね、十分な艦隊戦力がないっていうのがあるんで、完走して基地航空隊で迎撃に向かいましょう。では空撃に出ます。第18艦隊を壊滅させる、まあ、こういうところでね、確実に、削っておければいいかなというところですかね。ブルネイには陸軍が入ってますね、まあ、陸軍は動きを任せましょう。敵のこれイギリス艦隊ですね。沈めてくれればいいけど、一隻だけですね。武漢基地に敵基地航空隊が接近。さらにブルネイにも敵艦隊攻撃隊が出てるわけだな。ブルネイには敵の、味方の陸軍ですね。で、エメラルド型ケージンを消破させるにとどまるということですね。まあ、次のターンで確実に仕留められればいいかな。サイゴンから出た、これは海軍の航空隊ですね。攻撃機80機、爆撃機20機。これなら沈められる。そうだね。これで第18艦隊を壊滅。さて、では、この後ですね。ポートモレスビーとミッドウェイ攻略戦、始めていきましょう。中国との講和の進展はどうなってるんだろうね。広州が占領された。香港が危ないよね、こうなってくると。陸軍に予算を全然使わせなかったけど、回さなかったけど、あまり良くなかったかな。ちょっと気になりますね。さあ、移動命令フェーズになります。では、艦隊を動かしましょう。
ミッドウェイ島に向けて進撃を行います。次のターンぐらいまではまだ全速前進で大丈夫かなと思うので全速前進でいきます。で、この次のターンあたりからは索敵をしながらになると思うんで、全速前進でいくと敵艦隊発見しても撃たれるだけということになってしまいかねないので、次のターンあたりからね、慎重に行動します。では各艦隊全速前進させておきましょう。はい、では各艦隊動かしました。で、井上さんの艦隊なんですけども、まだちょっとね、特攻をかけていくには危ないかなと思うので現状維持にしてあります。敵艦隊さらに出航、巡洋艦に駆逐艦6、これは明らかにミッドウェー防衛の戦力だな。では戦闘命令フェーズになります。まあ、ラバウル、ウェイワク航空基地増強してますので、攻撃隊を出してポートモレスビーの敵戦力を削っていきましょう。航空隊前期発進だ。雨か。ウェーバックからは出せますね、今回は逆に。まあ、主力はラバウルなのでね、できればラバウルから飛ばしたいですけど、まあ、贅沢は言ってられませんからね。前期発進していきます。では戦闘フェーズになります。味方の損害もそれなりに出てきてますが、敵の戦闘機も50まで減らしてきたね。陸軍の動きが心配だなぁとは。予算をお互いにいがみ合って削り合ってるので。で、ラワール、ウェワクの各航空隊が敵のね、ポートモレスビーの基地、戦力を削り切ったら、井上さんの艦隊をね、突入させていきたいと思います。では、今回再び、いよいよね、ミッドウェイの戦いに挑んでいこうと思います。まずはミッドウェイ島近くまで各艦前進させましょう。で、索敵の後、攻撃を開始。行動力1しか残ってないときついからな。できれば3ぐらいは残したいんですよね、索敵と合わせて。なので各艦そんな動きでミッドウェイ島の方位を固めていきましょう。で、気をつけなきゃいけないのが、味方の空母が沈められるというのが一番気をつけたいので、かつ今思ったんですけど、セーブをしないでここまで進んでるので、いやー怖いな。万が一ここでやり直ししなきゃいけない事態になってしまったら、ここまでまた進めてこなきゃいけないんだな。ちょっと怖いな。というのもあって、ちょっと慎重にやりましょう。ヤマトがね、ミッドウェイに近づいてくれると、まあより艦砲射撃の威力が増すかなという感じはするので、まあ、ヤマトを待つという手もあるんですけど、ヤマトはいかんせん足がやっぱり戦艦なんでだいぶ遅いんですよね。そのあたりも加味すると、ミッドウェイの敵基地航空隊に我々の艦隊が発見されるリスクが高まってくるので、もうここまで来たらヤマトを待たずに先にね、攻撃を仕掛けていきましょう。で、敵の空母をできるだけ早く発見する。で、ミッドウェー海戦には史実では敵空母は3隻、ヨークタウン、エンタープライズ、ホーネット、3隻出てるはずなので、敵の空母を3隻これ撃沈して、かつミッドウェー島の、制圧ですね、これを行っていきたいなというふうに思います。順番で言うとどっちだろうな。もうこれもね、史実でもどっちを先に攻撃するのか、作戦の目標がミッドウェー島の攻略なのか、敵空母の殲滅なのか、まあ、いまいちはっきりしなかったことも、まあ、敗因の一つというふうに言われてますけどね。まあ、だとしても、
今回も迷いますよね。どっちなのか。まあ、状況によるというのが一番、その、あれなんですけど、柔軟性を持たせるというのは、まあ、ある意味作戦の中ではね、すごく重要だと思うんですけど、それにしたって、どっちを優先するかというのは決めておきたいよな。その上では敵の空母の位置がわからないと決められない。いや、当時の日本海軍の気持ちがよくわかる。ここにいる空母は第三艦隊の随格？交渉だね。これで移動命令が終わったので、井上さんの第15艦隊は現状維持にします。あとは次のターンで、まずは敵より先に敵の空母を発見する。これが一番重要ですからね。逆に敵に先に発見されるとかなりしんどくなるから気をつけたいな。さあ、では移動命令フェーズになります。戦闘命令フェーズになります。まずは味方の空母から索敵機を飛ばして敵の艦隊の位置を確認する。それを最優先に行っていくぞ。もうここまで近づいてるからね。索敵できるのはちょっと後ろにいすぎるな。索敵。この範囲にはいないんじゃない？そうだよね。かといってこの辺りはね、索敵するにも数が少ないからな。敵艦隊発見できず。もう一度索敵する。敵艦隊発見できず、いないということかな。であれば砲撃を始めましょう。敵基地に砲撃を開始します。あ、敵がいない。巡洋艦と駆逐艦だけだとレンジが短いですね。攻撃できる人たちから攻撃してもらいましょう。9、10の艦隊に、陸戦隊が乗ってます。敵艦隊はなし。索敵をしながら攻撃を行っていく感じかな。ここもまだ攻撃できる距離にない。であれば索敵をしっかり行おう。戦艦だとね、だいぶ距離短いんですけどね。ちょっと待って、これは行動力は2であれば一度索敵を行って、敵艦隊はいないなっていう油断させられるパターンもあるからな。ちょっと心配ですが、まあ、そもそも敵艦隊発見するしない以前に攻撃できる距離にまだいないですね。もう少しミッドウェイ島に近づかないと話にならないかな。一応じゃあ我々の方からは攻撃隊飛ばしますか。一応索敵します。で、いませんと。で、空撃の距離はレンジ的に、はい、であれば攻撃を仕掛けていく。飛竜総竜から前期出撃させていきましょう。ここは敵の空母ではなく敵の基地、これの攻撃を優先するという判断をしましたね。あとは味方のね、艦載機のダメージをいかに少なくして、万々が一敵の空母が出現した時にこれに即応できるようにしておきたいと思いますね。で、あとはですね、
ナバウル、ウェバク、両基地に対しての指示も合わせてね、出しておきたいと思います。オートモレスビーは同時に攻略するという作戦になってますからね。航空隊。前期発進。敵の基地航空隊をまずは撃破。さらに4つの師団が入っているのを確認してますので、この師団も削っておかないと、まあ、我々2師団しかね、井上さんのところ入ってないので、2対4ではさすがに勝ち目がない。せめて2対2という状況が作れるように敵の師団もね、削っておきたいと思います。では見ていきましょう。まずは上枠、基地航空隊がポートモレスビーに攻撃を開始です。アメリカ軍の直援が45まで減ったね。いや、味方の損失大きいな。またちょっとここ増強しないとダメだな。本当に消耗が激しい。南京の方に敵基地航空隊か。まあ、この南京、上海は絶対に失えないからな。しっかり防衛してもらわないと。で、第6艦隊に敵基地航空隊。これ敵のミッドウェー基地の航空隊ですね。ついに来たか。ミッドウェー海戦の始まりだな。はい。というところでですね、ミッドウェー海戦、ついに始まりましたので、今回はね、一旦ここまでにさせていただいてですね、次回、ミッドウェー海戦、始めていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローも、ぜひぜひよろしくお願いいたします。